ーストチャンネル。よーし、5時間並んでやっと手に入れたぞ。特製大金が餃子。早く家に帰って冷めないうちに食べないと。一輝がこんなにテンション高いのも珍しいな。当たり前だろ、これ食べるの長年の夢だったんだから。敵、早く帰んなきゃいけないのに。行くぞバイス。いたた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 。バイス、いたたたたたたた。頭が割れる。またこの発作か。どうしたら。あ、そうだ、これを使えってフェニックスの人が言ってたな。待ってろバイス。変身。あれ、頭痛くなくなった。なんだこの姿。一輝どうなってんの？って一輝もいないし、どういうこと？ぐおー。とにかく今は目の前の敵を倒さないと。行くぞ。さあ、とぐおー、とどめだ。このフォーム、むちゃくちゃ強いな。ってそんなことより、どうなってんだ？なんで俺っち一人なんだ？一輝は？とにかく一旦変身解除だ。あれ、戻っても一輝いない。一輝どこだ？バイス、バイス、ここだ。あ、一輝いた。でもなんか半透明になってる。俺にも何が起こってるかわかんないけど、いつものバイスと入れ替わったみたい。物も触れなくなってるよ。じゃあ俺っちにも触れないってこと？そうだな。困ったな。待てよ。ってことは今俺っち何をしても一輝に止められないってことか。むふふふふふ。早くこの問題を解決しないと。狩崎さんのところに行ってみよう。後でね。今すぐだよ。だってこんなことめったにないんだよ。ゲーセンだって行きたいし、ボーリングだってやってみたいし、ちょっとぐらいいいじゃん。お前一人で相手できない奴が来たらどうすんだ。やだ。拉致が開かないな。どうしよう。そういえばバイスは物に乗り移ってたな。何かないか。あん、急におとなしくなったぞ。諦めたのか。ふふ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 。とりあえず、なんでそこにあった置物に乗り移ったんだ。ずいぶん親しみを感じるお姿になりましたね。これで好きにはさせないぞ。兄ちゃん、大変なことになったって聞いたけど。って誰？君のお兄さんです。だってこれ、どこからどう見ても綺麗なじゃ、本当に兄ちゃんなの？いろいろあってさ、すぐ狩崎さんのとこ相談に行こう。敵、こんな時に。ぐおー。今時間がないんだ。兄ちゃんじゃないけど、一気に行くぜ。さあ、と。こいつ強い。バイス一人じゃ無理だ。俺が食い止めるから逃げろ。そんなことできるか。兄ちゃんがその状態じゃ無理だ。新しいバイスタンプは危険だし、今は逃げるしか。一輝、歌ってみたら。は？何バカなこと。いいからいいから、多分歌えばなんとかなるよ。なぜか俺っちわかるんだ。ふざけてるわけじゃなさそうだな。わかった、やってみるよ。防衛ね、防衛。すさまじい破壊力だ。俺までガクグー。本当に倒せた。なんて兵器を俺は持ってしまったんだ。クク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 。はあ、久しぶりの空気だ。エビル、どうして。お前の素晴らしい歌声で大臣が気絶してくれてな。おかげでこうやって出てくることができた。それならもう一回歌ってやる。防衛。耳栓してるから俺には聞かないぜ。一輝、土管の上に登って歌おう。そしたら何倍も気持ちよく歌えるから。いや、普通に倒そう。そうだね。今の状態でどうやって俺を倒すんだ。どうすんの。俺たちの絆をなめるなよ。バイス、構わず新しいバイスタンプを使うんだ。でもいいの。俺何するかわかんないよ。俺はお前を信じる。一輝、よーし、そんじゃあ行くぜ。嬉しい。沸騰してきたぜ。行くぞ。沸騰。うわ、今だ。お前たちの関係を甘く見たか。あれ？俺何してたんだ？大地、ごめん。俺のリーサルウェポン級の歌声のせいで、よく覚えてないけど、とにかく早く狩崎さんのところへ行こう。うん。大地、お願いがあるんだ。この餃子、家に持って行ってみんなで食べてくれないか？え？だってこれ、兄ちゃんがずっと楽しみにしていた餃子じゃ。いいんだ。冷めちゃ美味しくないだろ。それに、俺のものはみんなのものだからさ。やっぱり兄ちゃんは綺麗なジャイアンだったんだ。俺のものはお前のもの、お前のものもお前のものだな。ハッシュタグのび太いつもごめん。